輝く夜空の星が流れるとき、人間は皆どのような願いをするのでしょうか。お金が欲しい、恋人が欲しい、未来を変えたい、過去を変えたい。ですが、それは本当に願いなのでしょうか。願いとは、そう、妄想にしか過ぎないのです。妄想をする、それは決してやましいことではございません。人間は誰しも大なり小なりの妄想をする生き物ですから。いえ、少し言い方を正しましょう。妄想をする生き物は人間しかいません。つまり妄想とは人間にのみ与えられた特別な力なのです。妄想の中には辛い現実など存在しません。叶わぬ理想も思いのままに。妄想こそが人間にとっての本当の幸せだ、そう言っても過言ではありません。ですが、人間は知っている。妄想は妄想であり、現実ではありえないということを。そうです。現実ではありえない。これが悲しい現実なんです。そして、これこそが妄想が妄想であるゆえんなのです。しかしですよ。妄想が現実になれば、それはとっても素敵なことじゃありませんか？だからこそ私が存在しているんです。さあ、舞台の幕は上がります。夢より素敵な妄想をお楽しみください。ヤマトさんの妄想が、どうして、自警団？どうしてお前がそこにいるんだよ。なあ、瑞希！マジかよ。なんであんたが。紹介しよう。秋葉原自警団5人目のメンバー、星野咲君。みんな久しぶり。咲、おい、何の冗談だよ。笑えない冗談はやめてくれよ。嘘ですよね。ねえ、嘘ですよね。なんであんたがそこにいんのよ。なあ咲、どうしてなんだ。俺たちはお前の帰りを。何か言ってくれよ。自己紹介は不要のようだな。各員、戦闘配備。あなたの妄想、受け負います。あなた方、ご案内いたしましょう。夢より素敵な妄想の世界へ。カノン、どういうことだよ。総員に告ぐ、今すぐここから撤退だ。団長、私もうダメ。私もう、どういうことか説明しなさいよ。みんな大丈夫か。くそ、俺ももう、いや、まだだ。よく頑張った。ちょっとだけおねんねしてな。みんな、どういうことなの？ねえ。こういうことみたいだ、瑞希君。まさかだよ。まさかです。どうして、みんな体が。嘘だよな。朝日君、我々は諸君らと出会えて楽しかった。団長、我々の手ではもう秋葉原の明日を守ることはできないみたいだ。だから君に
秋葉原の明日を託そう。待ってくれよ。そう難しい顔をするな。こんなのってもっとみんなと遊びたかったな。遊びたかったです。冗談きつすぎだろ。まだ復讐は終わってないのよ。ねえ団長、説明してよ。ねえ水木君、君がいたから我々は出会うことができた。団長。そして出会いがあれば別れがあるのだよ。やだよ。ねえ君には素敵な友達がいるじゃないか。なんで、なんでなの。君のおかげで非常に楽しい毎日を過ごせた。ありがとう、水木くん。私も水木のおかげで楽しいこといっぱいできたよ。ありがとう。ありがとう、副団長。待ってよ朝日くん、最後にもう一つだけ頼んでもいいだろうか。なんだよ。水木くんを頼む。ふざけんなよ。では我々はそろそろ行くとしよう。水木くん元気でな。みんなありがとう。ありがとう。これをもって秋葉原自警団解散。解散。聞き飽きたんだよね、その理想論。嘘、そんな。局長さん、お前管理局の人間じゃなかったのか。さっきこいつも言ってたじゃん、人の心はわからないってさ。裏切ったってことかな。裏切る。初めから俺は一人だよ。だけどずっと願っていた友達ができたんだ。それじゃあカノンを産んだのは。そのお友達と一体どうするつもりなんだ。祈りを捧げてもらうんだよ。さあ始めようか、新しい時代を。俺がこの世界の神になるんだ。みんな構えろ。なんだよここ。綺麗です。まるで夜空ね。星が降り注いでる。なんだろうこの溢れる思い。ようこそおいでくださいました。カノン、ここはどこだ。妄想の果てとでも呼ばせていただきましょうか。今ここに秋葉原中の妄想が集められました。そして妄想の集う妄想の果てで私という存在は一つになりました。カノン集合体ってわけか。だけど、それじゃこのたくさんの星は。一つ一つが妄想ですよ。ずいぶんドラマチックだな。こりゃすげえわ。笑ってる場合かしら。いや、そうだよな。だけどさ、なんかワクワクしてるんだよ。はあ？だってこれ全部さ、秋葉にあふれている妄想なんだろ。これが俺たちの出会った、俺たちが一緒に過ごした秋葉なんだぜ。ワクワクしないわけないじゃん。何それ、呆れるわね。呆れてくれていいぜ、俺も同じ気持ちだ。さっきから肩の震えが止まらないんだ。
こんな気持ち久しぶりだ。僕もやっとわかったよ。これが団長たちの守りたかった秋葉原なんだね。笑いが止まんねえな。素直にこの状況を楽しんじまうか。皆さんはやっぱり男の子なんですね。それじゃあ私も男の子かしら。さっきからね、心臓の音がうるさいくらいなの。バカじゃないの。だけど今だけは私もそのバカに混ぜてもらえるかしら。もちろんリユもですよ。オイラもっち。これが妄想です。そしてそれは人間の希望に似たもの。それでもあなたたちは誰しもの妄想が叶う楽園を、終わらない今日を壊すというのでしょう。俺さ、ずっと悩んでたんだ。妄想って壊していいのか、いけないのか。誰かの妄想を壊す権利なんて俺にはないんじゃないかって。妄想が壊れると悲しい思いをする人がいるんじゃないかって。だけどここに来て、この景色を見て、はっきりと分かったよ。あなたの答えを聞かせてもらいましょう。みんな、俺の答えは間違ってなかったみたいだ。だから聞いてくれ。妄想受け負い人カノン、俺はお前を倒す。ああ、全部の妄想を壊してやるよ。それがあなたの答えなんです。俺たちはこれからも妄想する。それはきっと特別なことじゃない。逃げ込みたくなる時だってあるでしょうね。憧れで終わることもあるかもしれません。笑われることもあるだろうな。目を背けたくなる時だってそりゃあるさ。すがりたくもなるんじゃないかな。だけど俺はこの景色を見て分かったんだ。妄想はいつだって輝いてる。この輝きは誰かに与えてもらうもんじゃない。俺たちがこの手で掴み取るものなんだ。手に入るとは限りません。だったら明日頑張ればいいだろう。それでもダメなら明後日頑張ればいい。それだけの話だ。ならばそろそろ幕を下ろしましょう。夢より素敵な妄想はここでおしまいです。さあ、盛大なフィナーレを。みんな構えろ。行こう、終わらない世界の先へ。やっぱり特別だったんだと思う。憧れなんかじゃ終わらせません。笑われたっていいじゃねえか。たまには逃げ込ませなさいよ。だけど目は背けねえよ。もうすがったりはしないよ。俺たちはこれからも妄想する。だけど大丈夫。俺たちはまだ見ぬ明日を選べたんだから。